こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 過去の経費の返金、消費税の課税売上になるというテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内になります。賃貸マンションのオーナー、個人事業主です。先日管理会社のミスで定期清掃と雑排水管清掃が契約通りに実施されていないことが判明しました。過去に遡って未実施分15万円程度の返金を受けることとなりました。返金額15万円は今年度の所得扱いになりますか？テナント賃料があり、消費税の課税、非課税の微妙なラインにいますと。返金額が課税売上に加算されるなど、判定に影響はありますか？これどういうことかというとですね、課税売上高がですね、1000万円をですね、超えてしまうと、その2年後ですね、2年後に課税事業者になってしまう。消費税を納める人になってしまうので、ちょうどギリギリぐらいのところなんですね。この15万円が課税売上になってしまうと、消費税を納める人になってしまいますよと。それはどうなんですかというような質問内容になっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いてきた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、では回答に行きたいと思います。まず最初に、所得税の取り扱いですね。所得税としてこれ、ね、利益になっちゃうんですかという話です。こちらに関しては事業的規模ですね。事業的規模、いわゆる5棟10室以上が事業的規模未満ですね、によって取り扱いが異なるというふうに考えますよと。これですね、固定資産税を過去払いすぎていたことが発覚して、納税額が一部返金された場合っていう処理がですね、このようになってるんですね。事業的規模の場合、つまり5棟10室以上持っている方は、返金された年のですね、不動産所得の収入に計上しましょうと。収入に計上してくださいよと。で、事業的規模未満の場合ですね、未満の場合は払った年に遡ってですね、遡って経費を減額して修正、ね、修正してくださいよ。実際にはこの、ね、修正申告っていう形を提出してくださいよということになっております。そうするとですね、この考えに順次で考えていくとですね、事業的規模で賃貸経営している場合には、今年度の不動産所得の収入に計上しなさいよということになります。で、事業的規模未満の場合ですね。未満の場合は、過去の申告をですね、修正してください、ね。修正申告をすることになろうかなというところですね。なので、事業的規模か未満かで処理が異なるので、注意をしてくださいということになってきます。じゃあ、続いてですね、今度は消費税の取り扱いですね。消費税の取り扱いを見ていきたいと思います。事業的規模だとですね、所得の方は収入に計上しましょうというふうになっていますので、これが課税売上になるのかって話ですね。そもそも課税売上っていうのは、事業のための資産の譲渡だったりとか貸し付け、サービスの提供っていうのが対象なんですよ。そうすると過去支払った経費の返金っていうのはサービスじゃないですよね。サービスの提供じゃないですよね。なので、これ課税売上ではないということになります。したがってですね、消費税の課税事業者になる要件、ね、課税売上だから1000万円を、ね、超えるかどうかっていうのは、これは影響しませんよということになりますので、ここはご安心いただければというところになります。課税売上には該当しないということですね。で、なおですね、なお返金を受けた年が、返金を受けた年が課税事業者である場合にはですね、返金を受けた期間の仕入れ税額控除の調整、マイナスを行うことになりますので、ちょっとこの点もですね、気をつけてください。返金を受けた年が、もうそもそもの、ね、消費税の課税事業者、納める人であれば、ね、仕入れとして、ね、処理として調整してください。マイナスをしてくださいよということになります。つまりですね、控除する消費税が少なくなるので、納税が増えるというような処理をですね、していくと。それは売上じゃなくてですね、売上っていうところで処理するんじゃなくて、仕入れをマイナスするっていう処理をやってくださいよ。そういうふうになっております。